4月からいろいろ変わりますよ。いやー、いろいろ変わることあるね、やっぱ4月だから。そうですね。あ、そりゃそうだ。あの、発表あったと思います。うん、本編で話しましたけど、あれはね、うん、いいともも。笑っていいとも。金曜日やらせていただくことになりました。本当にありがとうございます、本当にね。はい。はい、だからもうちょっとね、金曜はもう、ラジオもありますしね。そう、バナナムーンゴールドは金曜日ですから、うん、夜ですからね。そうです、いいとももう金曜日の昼ですからね。はい。そして設楽さんは、はい、ノンストップもありますから。ノンストップは金曜日まであります。生三発、生三発、そういうことですよ。はい、ナイト F もオンエアします。金曜日だ、すごい、すごいですよ。夢のようですね。うん、もう夢のようなテレビ地獄、ラジオ地獄、素晴らしい。ありがたいです、ね。うん、前なんか年間4本しか出てないとかですかね。そう、しかもパッと出てきたのも1本カウントしてますからね、これね。うん。うん？何そのパッと出てきたのって。もう、だからもうちょい役みたいな。そうです、ちょっと映ったのも。カウントしてます。ワンカウントにしてみたいな。ね、ありがたいね。それ頑張らなきゃね。まあ、頑張んなさいよ、本当にもう。頑張ります。ノンストップ。ね、もう本当そんなこと言いながらもう、来週のラジオの時にはもうすでにね、うん、ノンストップ一週間やったみたいな感じ、やったわけだからね。やっとやると。いや、俺でも、日村さんも頑張ってね。うん。あの、本当頼みます、それは。いや、もちろん僕だって、これ、春からもう頑張りますよ。あの、俺は思うんだけど、うん、あの、もちろん、まあ、通常のバラエティもやるけど、やっぱりこう、うん、ノンストップの影響で、うん、今まで行けてた、例えばロケだとか、うん、そうね。深夜のものとかね。設楽さんは相当行けないし、俺もそれに引きずられて行けなくなっちゃうかもしれないけどね。いや、でも一人でっていうので行くと思うんだ、うんうんうん、俺思うんだけど、うん、まあ、もちろんノンストップ一生懸命やるし、うん、どのぐらい続くかは分かんないにしても、うん、ただそれをやったから、ね、うん、あのもうなんか違うランクに行ったとかっては俺は思わないわけ、うん、だから、うん、あの終わっ「ノンストップ!」がまあ仮にこんな始まる前からこんな話よくないですけど、うん、終わるとするでしょ、うん、その時に、うん、そのお笑いど真ん中みたいなのから、うんうんうん、なんか俺がこう要は行く感じが、うん、日村さんがそっちでこうだから、うん、ぐんとこう。お笑いの方の、うん、まあ位置づけというかね、うん、それをこう頑張ってもらって、うんうんうん、まあ俺が出な全くそっちをやらないわけじゃないんで、うん、あんまりそこまでじゃないんだけど、うん、そういう気持ちがちょっとあるんですよね。なるほどね。うん、うん、まあ、ノンストップは確かにもうあるけど情報番組だからね、あれはね、もうそうそう、うん、だからちょっとね、日村さんの方が、いや、なんかちょっとわかる。あの、俺もさ、ドラマ何回か出たことあるんだけどさ、うんうん、ドラマの現場行くと、まあ、それはそれですごい新しい感覚もあるし、得れるんだけどさ、うんうん、これやってるって、あれなんかお笑い行った時大丈夫なのかなとかっていう感覚の、もそうね、たまにね。なるよね。そう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 。それの感じだろうね、ノンストップもっと、もしかしたら。だから、一人でなんか出るバラエティで、うん、あの、全勝してもらわないと。ああ、全勝ね。はい、ああ、これ良かったなっていう。ちょっと良くなかったなとか、なしっていうね。そうです。うん。今のところね、俺はね、一人で行くとね、2割打者ぐらいだから。笑ってます。いやいやいや。いやいや、低いな、打率。打率低いよ。これ野球にしても低いんだから。ね、ちょっとね、まあ、頑張って、お互いでね。で、合わさった時は面白いねって。ああ、いいね。一番いいです、ね。そうしよう。はい。わかりました。まあでも、そんな我々もまあ、いろいろ変わりますけどね。うん、あの、4月からはですね、うん、この、ラジオの方ね、はい、かまちゃんとね、池田さんが、まあ、移動と、かまちゃんは卒業ですけども、うん、池田さんは、移動という。そうです。なんですよね。俺、だから、ちょっと池田さんをね、うん、ちょっと、ポッドキャストの、今回、まあ、ゲストじゃないけども、ちょっと、はい、かまっちゃんはさ、久米さんのラジオの方にゲストで出たから。もうすごいラジオ出たもんな。しかも30分で池田さんとね、池田さんとちょっと喋ろうじゃないかと思うんだけど。なるほど。もう池田さん帰っちゃったわな。池田さん、じゃあちょっと来ていただく、みんなで探し行ったけどね、ね、池田さん。すごい遠く行っちゃったのかな、うんこしに行っちゃったの。いや、さっきまでいたんで、池田さん。池田さん。あ、どっか行っちゃうっていうね。どっか行っちゃったんだよね。このタイミングでどっか行っちゃうっていう、ね。でもどっか行くでしょ。忙しい方だからさ、ここにばっかいられないんだよね。それがま、ほんとマジでうんこって可能性はあるよね、これ。まあ、このタイミングでいなくなるって言ったら、うんこか、オナニーかですよ。いや、待って。この夜のね、もうオナニーだったらやばいぞ、あの人。やばいです。うん。終わって即オナニーしたらやばいぞ、あの人。ほんと
あ、来られました、来られました。あ、びっくりしました。いなくなっちゃったか、オナニーか、いやいやうんこじゃないか。どっちですか？どっちもしてません。どっちもしてません。じゃあ、よかったよかった。あのね、今、ちょっと話してたんですけど、はい、まあまあ、4月でいろいろなことが起こる中でも、やっぱり池田さん、うん、ね、かまっちゃんもいなくなるけど、池田さんもこう担当が変わるという、ね。はい、変わりますね。池田さんは、春から、だからちょっと話しようじゃないか。かまちゃんは久米さんの方のラジオゲスト出てるから、ね。そうですね。ポッドキャスト、今回、うん。池田さん、うん。池田さんは、今、そもそも、じゃあちょっともう、基本的なとこからいいですか。はい。もう何でも言ってください。池田さんは今現在、60歳でいいんですよね。違います。違いますね。何歳？ 42 歳です。42歳。はい、なんか肩書きとかあるんですか？一応ですね、はい、政策センター政策部の部次長という。部次長。部次長。はい。わかんないけど、偉いんですよ、ね。偉い人です。いわゆる、ジャンク、このジャンクの、うん、全体の一番統括、ね、ですね。プロデューサーをやってます。すげえな、はい。はい。プロデューサー。すごいんだから。はい。で、このジャンクってどのぐらいか、関わったんですか？僕はそもそもですね、はい、ジャンクの前にアップスという枠があったんです。はい、で、そこの時に、伊集院さんが、はい、アップスというものの立ち上げの月曜日になったんです、はい、うんうんうん。で、その一番最初に僕は AD です。うん、AD だったんだ。泥棒みたいな感じ。そうですね。それが1995年の10月。もうだから、もう今から17年ぐらい前。はい、で、半年後に、そのディレクターをやってた、まあ、プロデューサー兼務だった人が、はいはい、他の部署に異動になりまして、はいはい、で僕はもうそこからディレクターをずっと伊集院さんとは関わってやってるんです、うんうんうん、でまあジャンクの名前をアップスっていう名前を変えようっていうふうになったのが2002年、うんうん、2002年、はい、はい、でそれ以降も、うん、あごめんなさい2004年か2004年だちょっと気をつけてください、うん、はい2004年ですね2004年、はい、それで別に大丈夫ですよ、違うか。違うんかい。おい、やってしまうよ。2002年2002年にジャンク。2002年なんですね。名前変わって。で、はい、今年が10年なんです。ジャンク。2012年だから今ね。ジャンク10年ですか。ジャンク10年。10年我々、ジャンクにお世話になってからは、まだ言っても。俺は2009年から。だ、ゼロとか入れてる今。ね、もっと早くやってもらってるんじゃないかな。あ、そうですか。わかんねえんだよな。わかんねえんだな。2005年そう。2007年ん俺ら、それは何俺らが携わってってこと長いの前目が全然わかんないよ。丸5年だって。え、この。4月で俺らがバナナマンゼロも入れてるってことね。5年丸5年だ。7年もやし。4月にで。ほんと ?2007 年ってなります。おー。じゃあ2007年からやってんだ。あー、俺らは。うん。おで僕が全体を見るようになったのは、はい、昨日ね、はい、計算したんですよ。はい、そしたら、2005年からでした。お2005年から、はい。2005年のラインナップって覚えてます、うん、?2005 年のラインナップは伊集院さん、はいはい、で、まあ、爆笑問題、はいはい、水曜日雨上がり決勝、はい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 、で木曜日に、まあ、僕になって、アンタッチャブル入れたんです。ほう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 。で、はい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 。そうです。で、金曜日が極楽とんぼ。ああ、その時ですね、はい。その時に僕は統括。ああ、なるほど。はあ、い、面白いメンバーだな、すげえな。はい。これ、今はやね、うん、ジャンクは、まあ、テレビでいう視聴率みたいなね、聴取率、うん。はい。これ、この時間帯は。うんはい、各局を抑えての堂々の1位。いやいや、それはね、オールナイトも強かったですよ、うん、このこの時は時、うん、はい、まあもちろんナインティナインもいましたし、うん、あとは結構オールナイトもなかなか強いなっていう感じでしたね、うんうんうん、誰がいたかな、あの時のラインナップ日本放送わかんない誰がいたわかんない、クリームさん、クリームさん、ね、そうですそうです、クリームシチュー、まあ、あとアーティストの人とかもやった、アーティストもやってました、で TM レボリューション、TM レボリューションの西川さんね、やってました、やってました、そことこう戦ってましたね、ね、でやっぱりナインティナインすごく強かったので、アンタッチャブルやってもなかなかやっぱり
いわゆるそのジャンクでも、その、まあもう今回はちょっとこういう話あんまね、聞けないと思いますけど、ラジオ同士でもこの曜日にここぶつけるとか、ちょっとこうあるわけですよね。僕の中では、オールナイトの枠がこうだからこの人をここにぶつけようみたいな感じはあんまりなかったです。そんなにない。その、やっぱり、すごいメンバーがやってますから、なかなかそこから、誰かが抜けるっていうことが本当に珍しいんですよ。いや、俺もそのメンバーの中に、あとサマーズさんとか行った時もありました。俺らその時ゲストで呼ばれるんですよ。来たりとか、はい、俺、そのさっき言ったアンタッチャブルが入った時に、うん、俺らってその時ゼロやってたか。いや、やってない。やってないです。俺らは、ですね、その時は、TFM でやってたの。で、ちょっと俺は、おっと思ったんですよ。うん、あの芸人でもやっぱ言ってもこういう時間帯にできる人ってのは本当やっぱり、うん、あの限られてる人ですし、うん、まあ投資って言ったって曜日に直したら、うん、まあ本当5組とかじゃないですか、うんうん、でこうもう割とラジオって決まったら長いでしょ、うんうん、これでそこに要は同世代というか、うんうん、そうね、あのお入ったみたいな記憶があるんですよ。そう、それはわかる、はい、そうそう、あれと思ったの俺。そう、あれすげえな。やっていただいたのは最初は3時からの時だった。そうですね。でね。2。そう、ジャンク2っていう枠があってね。そう。で、ジャンク2が始まった時にお声掛けしたんだと思う。はい。うんうんうん。だからそれが2007年。そうそうそう。で、その時にはまあ、他で、だったら竹山さん、ね。竹山さんもいましたね。そうそうそう。で、僕はバナナマンって言って、はい、当時の思い出の大木さんに話したんです。ああ。池田さんが言ったら俺らをジャンクに引っ張ってくれたってことでしょ？はい。これは俺らそのさ、まあ、まあまあそこは知ってはいるけど、うん、なんで俺らなのかってのはちゃんと聞いたことないよ、ね、一回も聞いたことない。当時 TF もやってたんですよ。そうです、僕らは東京 FM もね、東京 FM であのウォンテッドってのやってたんですよ、うん、1時3時で終わるって聞いたんですよ。うん、ああある段階、はいはい、それで TFM のやっぱりラインナップの中では、はい、あバナマンいいなと、うん、いうのがあったんです。うん、それは、聞いたこともあるんですか、そういう。聞いたことあります、もちろん。やっぱ聞いたりするんですか。もちろん、芸人のラジオ他どんなのやってんのかなっていう部分で。なるほどね。はい。うん、で、終わんのって思ったんで、うんうんうん、だったらっていうことで話をしたら、わかりましたということで、うんうん、受けていただいたっていう感じですね。うん、一番最初に、まあ、きちんとそのお話したのは、11階の、うん、喫茶のとこで、はい、話したの覚えてますよ、僕は。俺は完全に忘れてます。俺は、その時というか、衝撃だったのは、俺ら TFM で、終わりますっていうのを聞いて、俺らもラジオずっとやってて、って、ラジオはなくなりたくなかったから、って思った瞬間に、うん、でも TBS で始まりますって言って、終わったその週にもう TBS に来るっていう、この離れ技。ね。いや、今ね、そう。もう言っちゃうと、ぶっちゃけその時から大倉もそうだし、うんうん、辻君とかもね、そうだし、星野ちゃんなんかその前の、前からもそうだ。違う曲からも、だからここ実はもう、ね、もう長いんですよ、この、そう、ファミリーというかある程度の。富士の時からですもんね。そうです。FM 富士から、はい。そう、だから、その、まあ最初辻君とかもね、違う人だったけど、うんうん、辻君やってくんねえかなって、はい、途中から、まあタイミングが変わるってなる時があったから、ね、はい、来てもらったりとかして、なんですけど、そうです。それで月曜日の、伊集院さんの後に、はい、そうです、そうです、そうです。で、どうしてもやっぱり僕、伊集院さんのディレクターもやってるので、はい、僕じゃできなかったので、うんうんうん、当時一緒にプロデューサー業務やってた萩原っていうのを、そう、萩原さん、そうです、うんうん、そうそう。担当してもらってっていう経緯がありました。はい。バナナマンの言葉は、じゃあなんかでこう、やっぱ見ていただいてたんですか？いや、それは当然です。当然ですよ。はい、やっぱ面白いなって思って。それじゃないと、まあ、声かけませんよね。声かけませんよね。何ですか、その、ね、要は、もう言っても、お笑い、面白いラジオっていう、うん、ジャンクやってるってことは、もうそうじゃないですか、メンバーも。そうです、僕はもう芸人のラジオにしたいんです。が好きで、大好き、うん。アップスっていう時は、うん、あの、芸人じゃない人も実は入ってたんですよ。はい。それこそ、佐竹さんとかね。佐竹さん。ああ、怪獣王子。あ、違う。佐竹正明さんじゃないですか。そうです、佐竹正明。怪獣王子。そうです。うん。会場あ、会場時か。それこそ、あの、鴻上尚史さんとか、笹野みちるさんとか、まあ、いろんな、あの、人入ってたんですけど、やっぱり芸人のラジオにしたいっ
ってやっぱり思ってて。池田さんはあったんだもんね。そうなんです。それがだん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 こう、そういう形に固まっていったので。なるほどね。で、ジャンク2ってやるときも、やっぱりそこは芸人のラジオにしたいなっていう。なるほどね。ところはあったんですよ。もうそれで、もう何年もね、要はお笑いの人のラジオをやってるわけじゃないですか。うん、そこでいいなと、この人っていうのの何がポイント、うん、そう、池田さんのようなね。それが来たいの。何でしょうね。いや、俺らは、こうやってやらせてもらってるけど、実際、うんうん、ぶっちゃけここでもまあ何度も言ってるけど、そこまでラジオっ子じゃないんだよね。うん、知らないんです、ラジオ。ラジオ自体、その、オールナイトニッポンの、うん、例えば、トンネルズさん聞いて育ったとかね、たけしさん聞いて育ったとかよくいるじゃない。聞いたことあるんだけどね。こういう業界で好きな人いっぱいいるし、うん、だけど聞いたことあったとしても、そこまでラジオっ子じゃなくて。そう。テレビっ子だもん。そう。それで、喋り方とか、こういうことやったら面白いとか、ラジオは、俺らは自分たちただやってるからこうやってるだけで、うん、そんなに、ラジオはこうあるべきだとか、ラジオってこういうこと喋るんだとかってあんまり分かってないんですよ、実は。分かってないっていうか、まあ、やってるから今もう、これが、こういうスタイルが俺らのラジオなのかなとは思うけど、うんうんね、でも、何が引っかかるんですか、その、選ぶときに。何ですかね。いや、もう本当に、変な話です。もう、自分の好き嫌いっていうか感覚でしかないですね。その芸風みたいなもんですか。いやー。だってもしかしたらやらせてみたら、とんでもない。嫌なやつかもしれないじゃないですか。そういうのはあんま考えなかったですね。そういうとこじゃないんだ。いや、まあね、別に差をつけるわけじゃないけど、やっぱね、こうやってる芸人からしても、うん、例えば、ラジオとかってすっごい一般だよね、うん、テレビ以上にちっちゃい、要はなんだ、その サテライトというかそこだけのものもあるじゃない。俺ら昔やってたらなんか遠くの駅のなんかその見えるスタジオのそこのところしか流れないやつとかもあるんですよ、コミュニティ的なね、ちっちゃいやつで言ったら、はいはいはい、俺らもそういうのもやったりとか、うん、で あるその県だけしかないとかいろいろあるじゃない。そう、でもやっぱ高みを目指したいから、キー局でのラジオ番組っていうのは、うん、まあ、テレビで自分たちの基地的な番組もやりたいと同時に、うん、ラジオでそういうキー局でやりたいってのはあるけど、うん、これがなかなか狭きもんじゃないですか。うん、さっきも言った通り、ね、メインの帯のお笑いさんがやってるのっていうと、うん、何組かしか入れないっていうのは昔からあって、でもそこでやりたいっていうのがあったから、そこに来た時の衝撃というか嬉しさとかもあるんですけど、うんね、うん、ただなんでだろうってのあるんだよね。何、うん、なんですか。いやいや、それはウォンテッドも楽しそうにやってましたよね。でも、いやもう楽しい。あれ何年やりました、ウォンテッドは。2年。いや、あれもね、すげえ楽しく、本当FM 局だけど、うん、AM っぽいというか、曲もそんな書けないかったり、うん、結構好き勝手やらせてくれて、あれはすごく面白かったし、うん、だからその前は FM 富士やってました。だからやっぱりラジオってイメージは僕の中では少しあったのかもしれないです。あったんだ。あんまりそのラジオの中の業界の方はよりチェックするじゃないですか。ああ、まあね。だから、あ、バナナマンやっぱり長くラジオやってんだなっていうのはやっぱり実感としてありましたし、昔 TFM でレポーター、アンタッチャブルなんか TFM でレポーターみたいな。俺らはそれもアフタヌーンズやってた。それもずっとね、昼間やってた。実は俺ら、実はラジオって結構途絶えたことがないんですよ、なんだかんだ言って。そうですよ、ね。中継とかも入れたらね。中継もありとして。だから、あんまり、そのラジオに関して、スキルがないみたいなことのイメージは、その時点では僕は考えてなかったです。うん、そこの心配事ではない、うん、全然なかったですね。はい。うん、で、もうやっぱり、前の番組は終わるっていうことで、やっと空いたって思ったんですよ。ああ。なるほど。そうですね。そこの出会いなんだ。はい、それでもぜひっていうことで、ジャンク決まったよって言った時に喜んでいただいたっていうことも聞いて、はい、うわ、よかったなと思いました。だから、その、まあ変な話ですけど、もし俺らがその終わらないっていう情報だとしたら、要はそこ誰か入るわけじゃないですか、結局。俺らじゃない。そうですね。それは別に誰でもいいんですけど、そういうのもやっぱ頭の中にあったんですか？まずはやっぱり、やりたい人と声かけていくわけですよね。はい、だから、これ難しいところでさ、うん、やりたい、やらせたいが合致してもスケジュールが合わないとかね。そういうのは、うんうん、まああるそうですね。こう夜中の番組だったりするとさ、ね、合わなかったり、あと裏かぶりとかあったらできないとか、ね、いろんなのがクリアしないと決まんない。そこにはいかないもんね。でもそこである程度のこう、好みの人選というか、布陣を立てるっていうのは池田さんの仕事だったわけですね。そうですね。そうです。池田さんがだってそこから
組み込んでいった人ってあと誰ですか？僕は、まあ、もちろんバナナマンでしょ、はい、で、竹山さんにも声かけました。はいはいはい、あとは、笑い飯。ああ、はいはいはい。笑い飯。で、その後、それ2の時代2の時代ですね。はいはい、2の時代です、はいはい。で、ジャンクの時は、やっぱりその前にジャンク0になったんだよね。まあでもそれは2とはあんま変わらないか。2になって0になってってことですね。はいはいはい。で、あとは、やっぱりまあアンタッチブル入れて、うんうん、で、おぎやはぎも声かけました。はいはい、おぎやはぎもそうだね。今もやってますけど。で、まあ、山里。ああ、山ちゃんも白か。ですかね。ああ。なるほどね。そう、その時だからジャンクが、なんかこう一番本家みたいな感じで、ゼロとかあって、2とかは、そうそうそう、いわゆる、なんかね、その後じゃない。次のやつらみたいな。だからジャンクに入るっていうのが、やっぱ、一番なんかこうやりたい、ね。そうそう、あそこ入れ。でも、俺らからしても、やってる当時から、隙がないんですよね。うん、もうだから、無理だろう。そう。その時に、おぎやはぎが俺、行ったんで。お、行ったかと。うん、まあ、いろんなことあったけども、おぎやはぎが行った時点で、うん、お、行ったかと。おぎやはぎが、でもなんか納得できたから。そう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 。ああ、行くよな、おぎやはぎだな、と思った。そう。アンタッチャブルも思うし。うん。うん、そうそうそう。で、今、現にやらせてもらってるけど、俺でも不思議と自分が行った時の記憶がそこまでないんですよ。他の人のその同じ世代の人がジャンクに入った時の、うん、おーっていう衝撃があったんだけど、俺自分の時は、なんかスルスルってなった感じがして、なんかわかる。言われて、おーってなってるはずなのに、あんまりそこは記憶が定かでないというか。なるほど、うん。ちょっとね、申し訳ない話でも、ちょっと行き来がありましたもんね。金曜、月曜日から。ああ、全然その色変わるのは覚えずに。そうですね。ですけど、そうですね。それで金曜日バナナマンっていう感じで、これが何年ですかね。2年、2009年からだとしたら2年ですよね。かな、3年目に入ってるって感じですね。もう安定してますもん。いえ、もう安定ですよ。いや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 。何を言ってますか。全然不安定ですよ。いや、何言ってるんですか。何ですかこのタイム、この時間なんですか。え、ゲルさんはじゃあでもまあまあ今度からどういう部署に行くんですか。今度担当というか、担当が昼の帯番組を立ち上げなさいと。あ、昼に会社からまあ言われまして。そうですね、生活もガラッと変わりますね。ガラッと変わる。だから12時、これ夜深夜1時ですけど、はいはい、昼の1時からの放送の番組をやるので。玉結び。はい。そうですね。あ、まあ、小島恵子さんのキラキラっていう番組が終わって、うんうん、赤江玉緒さんという、はいはい、可愛らしい人ですよね、はい。モーニングバードのキャスターやってる人が月曜日から木曜日。うん、で、金曜日は小林遥という、TBS アナウンサー。うんうん、で、その、そこにパートナーにね。それがまた面白い人選。これ池田さんがやっぱ。もちろんその、キラキラの時の、うん、すごく面白いなっていう時から継続してやっていただいてる方もいるんですけど、はいはいはい、やっぱり、それ以外の人選は、うん、まあ、僕の意見とか。山ちゃんは完全にそうですか？山ちゃんそうですね。山ちゃん入れるとことか面白いなとか思う、ね。山ちゃんは、一人の喋りと、うん、空いている時の喋りで、うん、またちょっと違った面白みが出るなと思ってて、ね、山ちゃんスキル高いですよね、うん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 、実はこうやっぱ、うん、でちゃんと自分が負け戦ができるから、うん、聞いてるとね楽しいし、うん、でプラス回すこととかもうまいから実はね、うん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 、そうなんです。あと両方ねキャッチなワード入れるんで、これは俺らはやらないことなんです。これはラジオにも独特の言葉もあるしね、山ちゃんは。一個の文字を文章に起こした時に目に留まる言葉を口にする人なん。山ちゃんね。そういう人はラジオに向いてると思うんです。うん、俺らはだからそういう部分ではあんまり向いてないというか、そういうタイプではないっていう、この空気感を伝える方が。やっぱり月から金までね、全部タイプ違いますよ。まあね、もうそれはそれはやっぱりバナナマンは独特の世界観ありますから。あ、そうなんだ。あります、あります。やっぱり僕一回ね、あれクイックなんかバナナマンが特集された時クイックジャパン、はいはい、インタビューにコメント寄せてもらったりするやつですね、いろんな人に。やっぱりね、動きあることをラジオでやるんですよね。
ああ、動きある。昔はね、やっぱりね、あの、一輪車乗ったり、ああ、ありました。やっぱり牛乳吐き出したりやってたじゃないですか。ああ、やりました。で、ももクロもね、ラジオで踊らせるじゃないですか。ああ、今もう毎回日村さん裸になってます。そうです、そうです。裸で抱き合わせるじゃないですか。もうね、ほら、ラジオだから、見えないじゃんかとかっていうものはもうないんですよね。それがなんかこう、バナナマンを通すと、なるほどな。すげえ面白いなっていう感じになるんですよね。俺は一個思った、これは、心掛けてるというか、そういう方がいいかなと思ってるというか、うんうん、結構低いトーンで喋る人たち多いでしょ、うん、裏のことを話すから、うん。でも俺らって多分それが普段じゃないから、うん、そうね、それやってもなんかだなと思って、俺は単純に上げてこうと思ったんですよ。多分他の昔からラジオ、うんうん、結構こんなだもんね、うんうん、ずっとこんなあらーっていくっていう感じなんですよ、うんうん、でもこれって俺らってどう思われてるか知らないけど、うん、結構声荒げたりとか前出ないイメージのがあると思うんですよ、うんうん、だけど意外とやるんですよ、うん、そういうこと、うんうん、やりますよね、はい、だからなんだろう、それが多分上げてこうってすることの延長線上にラジオだけど本当は見えないからやらないとかじゃなくなると思うんですよね。そう。やった方が面白い。だったらやった方が嫌が、それにつながってくるとは思うけど。そうそう、俺もそう。まあ、大倉もそういうのが好きだと思うし。テレビとかでも、こうやってるメインの人がいる、全然わかんないところで何か実は、なんかガチャガチャンとか起こってることとか、あれ生放送なんか特に面白いじゃないですか。なんか、そうですね、なんか起こってんだな、今ここのぐちゃぐちゃな感じっていう。はい、それは聞いてる方も楽しいんじゃないかなと思う、ね。多分楽しいね。わかんないけど、なんかキヤーとか、そうですよね。だから知らない人が来て日村さんと抱き合うわけじゃないですか。でも知らない人のをね、想像してるって、どんなやつだよって人それぞれ違うと思うんですよ。違う。でもその人の中で一番面白い絵を浮かべて聞いてんだろうなって。知らない人の顔も面白いやつ。そう。俺ら、だからラジオあんま聞いてなかったと言っても、ちょっと聞いてた俺が三宅裕司さんのね、ヤングパラダイスなんか聞いてたけど、うん、やっぱその時の、テレビと違うね、自分の中でこう、ね、想像する時に、ね、それでにやけたりとかね、はい、笑ったりとか、ね、うん、っていうのは、よりこう、うん、ね、想像力だから、させる。それはなんか伝わるだろうとは思うんですけどね。やっぱりでもそれは、あんまりみんなやんないんですよ。そうなんですか。やっぱり、音系のものというか。確かに。ね、だから、ね、コジがゲストで、そうですね。ね、早脱ぎ選手権全部ビリでしたもんね。そこのあいつはなんか、感覚がないだろう。まあ、それはないよね。それはやっぱりね、面白いですよね。って思ってます。すごく。だから、まあ、それぞれ違うなと。なるほど、ね。爆笑問題は爆笑問題で、やっぱり動きないですけど、もう、向かい合ったラジオやりますからね。それもそれで。それはそれでね、すごく深夜の独特な感じを。まあまあまあ、いろいろな人の、いろんなタイプが。いや、それは、それなりにも、皆さんあるから。やっぱり、残念です、僕は。やっぱり、ジャンク離れるのも、すごく、残念は残念ですけど。池田さんじゃジャンク離れるって、大事件ですね、これ。これ、今日の年表記を見てると。でもね、まあ、宮崎っていうね、まあ、おぎはぎのディレクターやってる人間だったら、芸人のことを愛してるし、うん、今度はね、そう全体をだから読んでる。あれだったら、渡しましょうって、僕は思ったんですよ。それで僕はじゃあ昼の番組やりましょうっていう。なるほど、ね。これでも、働いてる人、テレビ局もそうだし、うん、ラジオの世界もそうだけど、うん、これは悲しいかな、うん、そういう、人事で変わるんですよね、うん、はい、変わりますね。ねえ、これはだから俺らはね、そういう仕事の感覚でやらないから、うん、ないからね、ないけど本当にこう今までこうずっと携わってた人が急に違うところにポンっていくとかあるんですよね。まあ社会、どう、社会人ってそういうことですからね。だから、悲しいというかな。まあでもまたそこで新たなことが生まれたりとか、いろんなところでやっぱ腕のある人はね、欲しいから、そういう風になってったりするんだろうけど、だからまた別にジャンクに池田さんが来る可能性だって何年か後にとかにあるだろうし、それがその昼の時間帯がすごい、またね、池田三色になるわけだから、うん、そこがすげえ面白いみたいなことなる。頑張ってちょっと、そういうことですね。うまくいかせなきゃいけないと思ってるんですよね。池田さんはやっぱあるんですか、こう、ラジオはこうあるべきだとか、こうしていきたいとか、そんなのがあるんですか。やっぱり、僕は関西人なんですけど、関西人の雰囲気がないんですよね。ないんですよね。全然ない。いや、この番組ね、辻くんって、宅に座ってる、辻くんも関西なんですよ。ないの。
俺らは別に関西の芸人さんじゃないけど、関西の人が結構作ってるんですよ、うん。そうなんですよね。関西人なんですけどね、うん、あの、関東のお笑いが面白いなって思ってますよ。だって関西弁じゃないもんね。はい。そうなんですごく面白いなと思って、やっぱりライブ見ても、あの、やっぱりバナナのライブ行っても、ゼロさんのライブ見たりとかしても、やっぱ面白いなって思うんですよ、ね。え、あの、もともとラジオとかこういう仕事に就きたかったんですか？僕はね、すごい就きたかったんです。あ、もともとそうなんですか？もともと中学の時から。やっぱ熱いラジオがあるんですか？僕はラジオの番組を作ろうって思ってたんですよ。それ何ですか？きっかけは。ただ僕音楽なんですよ。ほう。きっかけ？ええ。バラエティーとかその芸人とかそういうのじゃないんです。じゃないんですか？音楽の番組をずっと聞いてて、うん、洋楽が大好きで。おー、でもなるほど。将来をラジオの番組作りたいって思ってたんです。じゃあもう、今とは全然、全然違うんですよ。もう FM かなんかで、じゃあ洋楽、音楽だけでいいみたいな曲やりたいと思って。ほうほうほう。それで、大阪なんて、大阪はね、その当時、そんなに FM、あの、ラジオ局がなかったんですよ。ほうほう。で、東京は、JAVE ができてとか、うんうん、すげえラジオ局いっぱいあるなと思って、うんうん、これ東京行こうと思って。はあ、それで、まあ、受験勉強とかやるわけじゃないですか。うん、で、その時に、その当時は、やっぱりオールナイト聞いてたんですよね。うん、うん、まあね。まあね。それはわかります。もうほぼ、我々世代はもう特にそうです、うん、やっぱり、もちろんトンネルさんも聞いて、うんうん、この前いらっしゃった時なんか、うわ、すげえと思いましたけど、うんうん、オールナイト聞いて、で、そういうのももちろん、あったんだと思うんです。その感覚として。うんうん、で、やっぱり大阪の、いわゆる吉本の土壌にある新喜劇だったりっていうのは、うんうん、やっぱり小さい頃から見てたので、うんうん、そういうこう、お笑いっていう部分のものは、なんか自分の中ではあったんだなっていうのは。その血は流れてますよね。思いますよね。絶対ね。すごく。ちっちゃい頃から。だからラジオは最初やっぱり音楽って思ってましたけど、うん、AM やるようになって、うん、やっぱり笑いのある楽しいものを、じゃないとラジオじゃないって思ったりも、してます。うんうん、でも、その中学校ぐらいから揺るがないですか？他の仕事とかに。揺るがない。へぇー。揺るがなかったですね。すごいっすね。ずっとそれで、来ましたね。今もじゃあ。今ラジオの番組僕作るの大好き、楽しいです。わあ、いいですね。そういうもんじゃ死ぬまでラジオっすね。そうですね。田村さんが死んだニュースがラジオで流れたらか、もう感動です。ラジオでは流れないと思いますけど。あの、ほら、マックの、あのね、スティーブ・ジョブズが、死んだニュースが全世界に、要は自分が作ったコンピューターで流れるじゃないけど、ちょっと ね、そんなもう、だから全部捧げてる感じですね。そうですね。だから僕は深夜ね、時間いるじゃないですか。はい。で、同じね、例えば他局の人間の同じゾーン担当してる人と話したりする機会ももちろんあるんです。はいはい。交流あるんですか？あるんですよ。実はそのオールナイトのプロデューサーとか、はい、そういう人たちとも交流があるんです、うん、あ、そうなんだ。全くそこは合わないもんじゃないんですよ。海外みたいな感じで。あるんです。はい。それで、ね、AKB にバナナマンが勝った時なんかがあった時は、はい、向こうはやっぱり悔しがってたりとかしますし、そんな話とかする、お酒飲んだりもするんです。僕がディレクターの時は、プロデューサーは立ち会ってなかったです。そっか、別にディレクターさんは来るけど、P はいなくてもいいの？池田さんの立ち位置だともう、なんだったら来なくてもいいんだ。来なくてもいいんです。ああ、なるほど。だって正直僕、何もしてないですから。まあ、そう、現場で特にその、なんかやる作業はないってことでしょ？確かに、池田さん、そっか、俺当たり前に思ってたわ。俺も。そうっす、毎日ね。毎日ちゃんと来てくれて。いなくてもね、いないもんでした。僕なんかがディレクターやってくる。ああ。プロデューサーが来ないもんだと思う。じゃあ池田さんのスタイルの方がちょっと変則的なんですね。現場主義みたいな感じなんですね。じゃあやっぱちょっとね。いや、なんか楽しいじゃないですか。楽しいからね。楽しいから、それは、いよって思いますよね。ああ、なるほどね。なるほど。だから、そうですね。逆にそれを宮崎に強いてるところになるかもしれないんですけど。ああ。でも、これで俺、だから宮崎さんが毎回来なかった、もし今の話聞いてなくて、来なかったら、この人全然来なくねって思っちゃう。まあ、なるわね。まあ、そうなりますよね。うん。池田さんが当たり前だからね。うん。あ、でも、来なくても当たり前なんだ、それは。そっちが当たり前なんだ。そっちなんだ、本当は。なんか、FM とかそうじゃなかったですか？ウォンテッドの時って、プリスいました？あ、そういえば、違ったね。そう。いないわ。いないのか。
ですよね。はいはい。プロデューサーって確かにそうだな。毎日いるイメージはないね。ないよ。たまに来てこう肩揉んで帰って感じのね。やってるそんなこともないから、ね。そのイメージも架空の世界のプロデューサー。ね、プロデューサーは架空のプロデューサーね。なんかでもね、あ、そうか。こんなちゃんと頭からケツまりいてくれて。そうなんだ。そうですよね。だからまあまあ僕はでも本当に苦じゃないんですよ。楽しいって思っていますから、ああもうこれは僕は根っからラジオ好きなんだなって思ってます。なるほどね。はい。なるほど。はい、なんかあんま話したことなかったけど、それあれなんですね。ラジオでも多分まあ当然今こういうポッドキャストとか新しいこういうね、変わってきてるけど、ラジオはラジオで絶対あるじゃないですか、で池田さんみたいな中学生高校生でこういう仕事やりたいなって人もいるじゃないですか、たまにね、連絡来るじゃないですか、ええ、あります、今はね、どうすれば働けるんですかとか、働きたいですとかね、そういう人がだから育ってまた池田さんみたいな人が言ってくれるとね、今後もだからそういうお笑いのラジオ、俺らなんかお笑いだからね、そういうのがずっと続けばいいな。だからありがたい話、 TBS ラジオに受けに来る人たちの中で、やっぱりジャンク人気高いんですよ、ジャンク聞いてますっていう人がものすごく多いの、いわゆる要はラジオのゴールデンタイムじゃないけど深夜のこの時間1時とかねぐらいのラジオってのはやっぱりまあ、勉強しながらだったりとか、その若い時は寝る前とかね、聞いてたのが一番面白かったっていうね。そうですね。ね。だから、まあ、このジャンク聞いて、芸人のラジオやりたいなっていう人が出てくれば、それは、いいですよね。頼もしいですよね。なんかそういうのって、何の仕事でもそうだけど、何か見てきっかけは何かだったけど、繋がってくっていうのはなんかいいっすよね。そうですね。俺、アジアエースって TBS でやってんだけどね。そこでさ、毎回競技がいろいろ変わるんだけど、なんか、ダンスの、日村さん、ダンスの回を見てるね。ダンスって、なんか普通のダンスとブレイクダンスとかいろんな回あるんですけど、ブレイクダンスの回のね、人たちが、ものすごい、もう、言ったらオリンピック日本代表クラスのすごいテクニックと肉体と持ってるような人たち、もう俺何にも分かんない、何も分かんないけど見たらもう鳥肌立ってすげえなっていうような人たちがバイトとかしてるんですよね。ね、トラックの運転手普段はやるから増えてないんだよね別にね。でもその人たちってのは日本でトップクラスだし、だけど極めてんだけど要は食えないと。ね、でもそういう人たちは例えば風見慎吾さんのブレイクダンスを見たからとか、マイケル・ジャクソンを見たからとかね、フラッシュダンスの一場面で見たからとかがきっかけでブレイクダンスをやると、ね、それででもその人たちもでも今回俺らがそういう役になったら嬉しいですよ、その。なる次の世代に対する、ね。そうそうそう。これを見てやりたいっていう人が増えてくれたら嬉しいとか言うんだけど、でも現実問題として、それだけで食えてなくても、好きなものだから、やりたいとか言って、でもそういうのが多分いろんなものはあるけども、繋がっていくじゃない。そういうのは面白いな。世代だよね。そうそうそう。何でもね。そうですね。ねえ。だからまあ、こうやってリスナーからね、放送作家になりたい。まあいますね。その道がやっぱりあるわけじゃないですか、ね、今火曜日の爆笑問題のとこも、リスナーのね職人から作家になってっていう人間もいますし、だって長井がそうですか、ね、そうですよね。長井は前だから TFM 時代のでまラジオ局の前にいたっていう、そうですよね。だからそういうのはすごく道としてあるなって思うんですよ。わかります。なんかちょっとこの古い形じゃないけどもね、なんかちょっとはがき職人から作家ってなんかずっとある文化ですよね、なんかね。でもこうやって大倉君みたいに忙しいね、ここになるのは稀ですよね。でもそうやってこう憧れる人がいるわけじゃないですか、リスナーでね。だからだって長井なんてある頭いい学校出てんでしょ、大学とかも。同じ中学だっけ。同じ高校です。高校か。県内でも有数の学校でしょ。でも今もうなんかなくて、音質ってよくわかんないですけれども。でもさ、親からしたらさ、そんなとこまで行かしてさ、そうだって、保証もない0円なんで、そこがさ、
何かのきっかけでこうやって聞いたりとか見たりして面白いと、うんね、まあお笑いでもそうやけど ね, ねなんか携わりたいとか言ってきて今やってる不思議な、ね、人生も変えちゃうこともあるんですか、ね、うん、だからラジオディレクターになるっていう道がね、だから実はあんまりこう門戸開かれてないのかなって思ったりもするあ、だからフラッと来てやらせてくださいっていう出会いでもなかなか難しい、うん、料理ですよね、ていうか分かんないですもんね、あのどうやってやってるのか分かんない、そうですね、だからだったらちゃんと会社受けなさいとかっていうルートになっちゃうと、うん、逆になんかこうあんまり夢ないなって、うん、ちゃんと会社の道しかないのかってなっちゃうじゃないですか、うん、制作会社だったり、うん、もちろん放送局だったり、放送局行く、行くっていう道しかないのかってなっちゃう、うんうん、でも放送作家ってもう少しあの間口広いのかなって、もっとよく分かんないですよね、放送作家自身がこう誰かを雇えるっていうか、うん、ちょっとじゃあいいよもうそんだけ言うんだったら手伝ってよってなりますけど、うんうん、僕がじゃあそんだけ言うんなら手伝えよってやっぱりならないわけですよ、うん、だからそういう部分ではなんかもっとこうやりたいっていう人が、ラジオの番組作りたいっていう人がちゃんと出てきて吸い上げられるようなものがあるともっと面白いのかなと思ってるんですよね、だから何のあれもそうだけど、うん、なんだろう、お金がやっぱさ、うん、なくなってくるとなんかさ、うん、衰退してくるじゃないけどさ、うん、それで需要がね、なくなる時代とともになくなるものもあるしさ、うん、ラジオとかって言ったらこういう放送の一番最初だけど、どんどんね、うん、いろんな情報を発信するものができちゃったから、うん、だけどなくならないでしょ絶対ラジオなんて、うん、特に、うん、で新たなところをうまいことやるような何かがあれば、うん、技術者も必要になるし、うん、出る側も必要になるし、作り手も必要になるから、うん、何か考えれば、うん、もっともっと開かれるでしょうね、門はね、そうですね、だけど確かに入り口が分かんないですよ、だってだから前俺何回も言うけど、あの衝撃のラジオの聞き方が分かんないんですけどって TBS に、うん、めちゃくちゃ分かるそれなんか、ね、あの衝撃ですよね、ラジオをつけりゃいいっていうのがもう今家にラジオがないと、ここ俺ラジオのなんかそれでもヒントな気もしますしね、ラジオ作ってる人はさ、こう面白いもの作りたいから面白いもの作れば聞いてくれるだろうと思いきや、そうですね、聞く方法をまず教えないとみたいな、ね、俺も結構そっちでしたもんね、なんだったらもう。そうですよね。車じゃないと聞かなかったし。そうですよね。はい。で、家にラジオがないとかね。そう。そう。俺もラジオその、唯一ちゃんとガンガンに聞いてた三宅さんのヤングパラダイス、もうおにゃんこクラブが好きで、おにゃんこクラブがラジオやってるっていう何かの情報から、うん、それだけ。俺もそう。それを聞き出したら、もう、後にそこ、おにゃんこの、あれが別に、そこがメインじゃなくて他のところも面白くて聞くようになってったんだけど、ね、きっかけとかだからそれまではやってるってことすら知らない、もうめがけていってるんですよ、です、ね、テレビってなんか垂れ流れてるから、ザッピングしながらあれこれちょっと見てみようかな、なんだけどラジオもうめがけますよねそこにね、だから昔はそれがずっとつけっぱだったんじゃない、だから言ったらラジオの方が、ね、だから今なんかこうね、スペシャルウィークで調子1週間でいろいろ資料見たりすると、うん、10代の女の子とか10代の男の子っていうのは、うん、やっぱり自分が好きな、例えばもちろん AKB だったりとか、うん、まあ、好きな声優さんだったりとか、うん、そういうところから入って、うん、で20代になってくると、うん、面白いものに推移していくんですよね、うん、そうするとる、ね、ジャンクが選ばれてくるんですけど、うん、最初の入り口はやっぱりアイドルとかなんですよ、うん、スタートはね、でやっぱりジャニーズの関ジャニがラジオやってるとか、うんうんうん、嵐がラジオやってるっていうところに行って、うん、そこからこうだんだん育ってくると面白いもの聞こうってなってくるんで、入り口としてはすごくそういう番組はあってしかるべきとは思うんですけど、 TBS ラジオはそれはないんです、ないんだ、結構声優系もあんまりないし、アイドル系もあんまりないんです、実は日本放送と文化放送にお願いっていうかばっかりの、それカラーなんだ、だからすごくそこは10代はやっぱり高いですよ、入り口としての放送局としてのスタンスはすごく、ね、感謝っていうか、まあ、すごいなっていうところありますよ、まあまあ同じその局のカラーもあるだろうし、時間帯によっても全然違うだろうし、ね、時間帯は全然違う、どうなっていくのか分かんないけど、池田さんとかがいろいろ作っていくんでしょうね、だからそうですね、とりあえずはだってポッドキャストだってね、一昔前はこれ自体もなかったもん、でも聞いてる人の数で言ったら今やね、ジャンクは早かったんですポッドキャスト、すごく早くて、うん、で
変な話言うと、あの、上位じゃないですか。iTunes の、うん、ね、あの、うん、ポッドキャストランキング見たら、ほぼジャンク上位ですよ、うん。やっぱりすごい、あの、早かったなと思って。うん、で、やっぱり、でも、ポッドキャストって、最初は宣伝ツールみたいなスタンスでやってたんですけど、今はもう、独立してるんですよね。確立されたね。だから、いわゆる本編って言い方しちゃうとあれですけど、バナナマンのバナナムーンゴールドのラジオは聞いたことないけど、はい、ポッドキャストは全部聞いてますっていう人が存在してるんですよね。そうそう、そっちの人が。で、ポッドキャストで満足していると、なかなかこう、ラジオの方に、うん、こうね、うん、まで聞こうって思わなかったりする人もやっぱりいるわけですよ、うんうん。でもそれだと、あの、当初の目的から本末転倒なんですよね。うん、ポッドキャストを聞いて、ああ、面白いんだ、じゃあラジオも聞こうっていう流れになってくれればいいんですけど、うん、なかなかそれがなってくれないですよね。うんうんうん、そこがね、うん、少し今のラジオ局のちょっとジレンマがある。あれって言うんです。でも、独立しちゃった。でもなんか、そこをだから、その、もう言っても、ちょっと、ほっとけない人数の。ないですよ。ね、うん、ないです。数になってるじゃないですか、うん、ポッドキャスト。特にバナナマントップですからね。で、ああ、そう、ありがたいですけどね。はい、それで、うん、そこを、こう、柔軟に、上の何かが、うん、まあ、ラジオはラジオ、ポッドキャストはポッドキャストで、パパッとフットワーク軽く、何かを動いて、やっていけば、要は、そこで多少の、あの、お金がかからないと、うん、まあ、で、聞く人は減るかもしれないけど、うん、そしたら、例えば、すごい人が、ゲストに入りましたとか、システムがもっとね、うん、すごくなりましたとか、ね、海外でも普通に、うん、まあ、もう、まあまあとか、うん、なんかどんどんこの、新たなことができたら、うん、もっともっとこういうラジオとかも、なんか変わっていくんじゃないかなと、うん。そうですね。だからやっぱり、ポッドキャスト、ラジオがね、なんかだん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 こう、若者離れ、ね、ラジオ離れしているとかってよく言われるじゃないですか。うんうん、で、でも、ポッドキャストの、ね、数字見るとね、うん、こんだけね、あの、音聞いて、うん、確かに。ね、音楽じゃなくて、うん、いわゆるトーク聞いて、うん、楽しんでる人口がね、ものすごい数いるわけですよね。うんうんうん、それで少しね、ちょっと安心するところがあるはあるんですよね。うん、確かに。なんか、自分たちが出してるものっていうのが、うんうん、あの、面白くないわけじゃないっていうか、うんうん、ちゃんと聞かれて求められてるっていうか。うんうん、ただその、ラジオっていうことになると、さっき言ったような、聞き方が分かんないっていう人が出てくるとちょっと悲しい部分はあるんで、うん、でも今もう結構ラジオ自体パソコンとかで聞けるようにはなってきてますよね。そうやって聞いてそのポッドキャストを今これって聞いてくれてる人は、うん、一回本放送聞いてよってやっぱり思います、うん、やっぱり生放送での喋ってる感じみたいなのは、うんうん、やっぱりその同時間帯聞いてくれないと分からないものがやっぱりあるので、まあねまあね、それそうだよね、昔はね、ハガキだったとか、うん、今メールになったら早くこう、やり取りもできたりとかね。はい、うんそうね、うん。まあ、受験勉強してて、超眠いって思ってても、でも向こう、ラジオの向こうでこの人生で喋ってんだよなって、思いながら聞くじゃないですか。うんなんかそれがこう、あ、同じ時間起きてんだっていうのがすごくこう、ほっとしたりとか。だってちょっと前のあのさ、俺の浮気相手オーディションとかに電話繋いだりしてさ、うん、多分ああいうのって、こう、簡単にエロビデオを見るよりもエロかったりするじゃん、ね、声だけで聞くとね、うんうん、そういう世界みたいなね、ねありますよね。ねあとラジオドラマとかでもすげえ音がリアルすぎて怖いやつとか超怖かったとか、ねはいはい、なんかね、そうなんです。だから本放送をねぜひね聞いていただきたいなって思うんですよね。やっぱりね、それ池田さんの意見だよね。完結するだけ以上のね世界観が本放送にあるんだと。僕は思うので、うん全然違いますもんね、またね。そうですね。全然違うからね。で合わせて昼の番組もね。昼の番組もね。そりゃそうだ。聞いていただけない、はい、なという。昼の番組ね。4月2日からスタートです。うん。4月2日から。2日からですね。玉結び。4月2日ってことはね。うん。そうですね。そうですね。ね。ノンストップ始まるなぁ、いろんなのが。ちょっとしたら、ラジオ聞いて。あ、ね、そうか、はい、ノンストップ終わりで。両方ね。両方行ったらいいんだけどね。聞きながら見る。そう、聞きながら見るのが一番いいんだよ。そうですね。そういうふうにしましょう、池田さん。いや、俺はでもね、ぜひぜひ池田さんはイケイケじゃない、池田さんだから。あ、そう結構さ、俺ら、他の男もそうかもしれないけど、こうやって違うこと、他局のこととか、実は結構ですよ。ね。
そうなんだよね。そう、あんまり言うのもそうだし、ね、うん、あと企画なんかでも OK 言っちゃう言っちゃう面白いきゃいいよとかね、うんうん、ゲストここブッ、うん、ブッキングしたら面白いって言ったら、うん、じゃあ立ってみるよとかね、うん、あの一回だからサンドイッチマンのさ、うん、あの震災の後に、うん、あのね、はい、あの日本放送でやる時も、うん、これからやるっていうのを宣伝、他局のラジオをやるよなんて宣伝をしたら、要はこれはもう絶対ダメというかね、うん、あ、もうやっちゃいけないじゃないですか、うん、言ったら、うん、だけどそれも池田さんが言って大丈夫っつって、うんうんうん、だからそういう部分でのね、イケイケというか、うん、面白いことならいいよっていうのは、うん、そんな好きなんだね池田さんね。それはでもやこう作り手の側、俺らはやる側ですけど、そういうのがいいよね、うんうん、やっぱ楽しいものをやろうっていう人が集まんないと面白いもできないですから、ね、イケイケなんだ池田さんの池ってのはね。池田さんの池はイケイケの池。いや、俺そう思うわ。いや、池の田んぼかと思ったら違うのね。違うの。池池の池。池、カタカナでいいのね、池は。池は。池てる田んぼというか。池てる田んぼ。なんならね。うん。なんです。という、まあ。よかったですね。まあ、あんまりこんな話をしたことなかったんで、今回の時はちょっとね。ね。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。でもまあ、はい、そんな全く合わなくなるわけじゃないですし、ね。いや、もう全然顔も出します。はい、お願いします。ぜひぜひ。はいはい。どうしよう。誕生日も近いです。誕生日。誕生日も近いです。ああ、まあ、下田さんがね、俺もそうですけど、ね。上田さんいつですか。まあ7月なんで。ああ、まあまあ、じゃあ全然遠い。全然遠いってことね。そんなことじゃない。なんか、ありがとうございましたっていうのもなんか、そうですね。なんかね、引き続き。引き続きな感じ。はいはい、でもこんな感じにしてさ、またずっと来週からも普通にいたらどうする？なんか池田さんいそうなの。うん。いや、でも昼やるから夜ずっといるってのは多分しんどい。一回寝てから来るんだよ。そうですね。12時、まあ、そうですね。だって寝る時間なくなるんだよ。あ、そっか。全く逆転の生活になる。全く逆転。あ、本当だ。はい。でもまあ、時々顔出します。時々なんかお願いしますよ。はい、ね。顔出しますよ。もちろん。ええー。ノンストップもチェックします。まあ、こんな、今日はちょっと、はい、ゲスト、池田さんありがとうございます。すいません。すいません。ね。じゃあ4月2日、玉なめ。なんで玉虫、玉虫。昼から玉なめなんて番組するわけないでしょ。玉結びね。はい、お願いします。はい。こちらもよろしくお願いします。お願いします。今日は終わり。はい、ありがとうございました。